弥生駅は、かつて、北海道三笠市弥生町一丁目に設置されていた、北海道旅客鉄道ホロ内線の駅である。電報略号は弥生ホロ内線の廃止に伴い、1987年7月13日に廃駅となった。弥生地区の住民による、西岸駅であった。1976年の弥生駅と、周囲500メートル範囲。左下が、 岩見沢方面。少しカーブした、石組どもりの短式ホーム一面一線を有する。かつては育春別川踏切付近から、中央上端に残されている、住友石炭工業、弥生港のポケットへ向けて、専用線が敷かれていたが、本別港と地下でつながり、昭和35年10月に、本別側からの出端に統合され、弥生側の設備は廃棄されて専用線も廃止された。 国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成この地域の地区名よりこの地域に開かれた弥生炭鉱は1914年に村井屋基地が敷屈を始めて翌年より採掘に入ったが開港の時期が弥生の節句であったから弥生炭鉱と命名したと伝えられている東方炭鉱の所有になってからこの地域は発展し やよいは、地区名になった。廃止時点で、一面一線の短式ホームを有する、無人駅であった。1987年1月末に不審火により、駅舎は消失してしまい、廃止時点では、プレハブ小屋を駅舎として利用していた。やよい仮条工場に関するカテゴリー。ありがとうございます。